本日は2024年2月16日です。本日の動画なんですが、パムのビジュアルビューアーの使い方をやってみたいと思います。まずビジュアルビューアーを起動します。オープンファイルで、一つ、結果を読み込みます。次にグラフを読み込ませます。その時にですね、グラフはファイルの import&plotcurve でですね、事前に断面力を設定して計算しているので、左側のサイドフレームのフロントリアから右側、これはコントロールボタンを押しながらですね。右側のリア、あとは左側のミッド、この4つですね。で、こちらマグニチュード。グラフの方は最初にですね、現在の、ページでも、新しいページでも、どっちでもいいんですけど、ニューウィンドウってやると、今、グラフが書いてあるウィンドウに追加される、カレントウィンドウだと、追加されるんですね。ニューウィンドウにすると、新しいグラフを書かせるということで、新しいウィンドウ、つまり1つのページの中に複数のウィンドウがある場合ですね、その新しいページに、書かせ、新しいページの、新しいウィンドウに書かせるか、現在のページの、すでにグラフのあるカレントウィンドウ、もしくは、新しくウィンドウを作ってそこに書かせるかということになります。で、その際、複数選んでも、1個ずつグラフ書かせることもできますし、まとめて1つのグラフに書かせることもできます。今何もないんで、もう、ニューウィンドウということになります。プロット。一旦これは閉じまして、こういう感じで、実際にはですね、1つの最初にあったページの中にウィンドウが1個しかなかったんで、そこに新しいウィンドウを作るわけではなくって、新しいページを作っちゃってますね。新しいページに、新しいウィンドウという、こういう構成になりますね。最初作ったときはこんな感じになる。で、ここを、最初のページの中にですね、これをこう2つのウィンドウに分割して並べたいってときなんかあると思うんですけど、そういう場合、レイアウトを作るんですが、ここをクリックするか、もしくはここを右クリックしてレイアウト、ですね。で、ここをちょっとクリックしてみますと、同じもの、レイアウトができます。2つ横に並べたいんで、これやると、空のウィンドウができます。そして、このウィンドウに、このグラフを持っていきたい場合ですが、こいつに右クリックして、ウィンドウを入れ替えてやると、ちょっと日本語変なんですけど、どのグラフを持ってきますかっていう、Please select the target window という、なんとこの小さく、下の方に書かれるんで、こいつですね、選んであげると、こいつを持ってきます。で、今これ空っぽになっちゃってるものなんで、こっちを表示させますと、狙い通りこんな感じになります。じゃあもうワンセット作りたいんですけども、新しく読み込みますね。で、別な結果ファイル。こちらのもう一個の結果ファイルを読み込むと、こっちに新しいページに読み込みます。で、今度はですね、先にこちらをレイアウトを作っておきますね。こういうふうにもうできます。で、この状態でカーブを読み込んでみます。で、さっきと同じ。で、ここを注意してくださいね。どのファイルに対してカーブを読み込むかということで、今度新しいスチールってやつになっていることを確認して、これで、どの結果を読み込むかが、ここで、決まりますんで。現在のページ、カレントウィンドウ。空いてるウィンドウが1個しかないんで、ここに、現在のページだったら、ここに来るはずです。プロットします。そうすると、ここに来ますね。つまり、
モデルツリーでいくと、先にレイアウトを作ってそこに放り込む。で、先ほどはですね、先に読み込んでからですね、レイアウトを作ってそこに移動させたっていうこと。ちょっとやり方違うんですが、結果は同じになります。ではですね、あとは、アニメーションの表示のさせ方なんですけども、いらないものをちょっととりあえず、で、下から整理をします。ここで方向を変えられますんでね。ホイールで拡大。右ボタンドラッグで移動。で、今、表示の方をちょっと揃えまして、見やすいとこだけ表示させたんですけども、アニメーションを撮るとこんな感じになります。こうやってサイドメンバーが潰れていくのが分かりますね。真ん中ボタンドラッグでちょっと回転させることができます。で、この時にですね、右側のグラフのボタンをやるとですね、アニメーションでずっとこうやって数値を取得していくんですけれども、この左右をですね、同期させるっていうことができます。で、同期はこのボタンですね。結果表示の中の同期ってやつで、これで、入れまして、こうするとですね、こちらアニメーションを見ながらグラフの数値が読み取れるということになります。まあ、当然こちらもですね、同期で、2つのウィンドウを同期させてあげると、アニメーション。このようにですね、左右見ることができます。ちょっとこれ、そっか。一回止めて。こういう感じで、ちょっとまあ見やすいところ。まあ、こんな感じでですね、アニメーション、グラフ等ですね、同期させることができるということですね。アニメーションでですね、2つの結果を並べて比較するというのを見ておきたいと思います。まず最初にレイアウト作って、ここに読み込みますね。これで多分読み込めると思うんですけど、別な結果を。で、読み込めましたね。並べておいて、そして、こちら、アクティブにしておいて、いらないものを消します。こちら、アクティブにして、あとはですね、方向を変えて、拡大と、ちょっと邪魔なものを消して、こんなもんでいいですか。こっちもアクティブにして、ちょっと拡大、邪魔なものを消して、いう感じですかね。まあ、ビューを揃えることもできるんですけども、まあ、今ちょっとそこは省きまして、同期で、両方、選んだら、アニメーション。左側はアルミ材ですね。で、右側がスチール材の結果になります。違いが分かりますでしょうかね。ちょっと微妙なところですけれども、アルミ材の方がですね、早く変形しています。サイドメンバーの、前側部分ですね。
ちょっと変形モードが違うのがわかると思います。この部分、この部品がかなり、強度が高いというか、まあ、Go であるということで、ここが最終的に支えるんですけれども、まあ、その支える直前にこちら前半部分ですね、潰れていくんですが、その潰れ方にちょっと差が出るということになりますね。と角度をつけてみましょうか。あ、ちょっと止めた方が良さそう。こうか。このくらいで。ですね。アニメーションで。ちょっと潰れ方に違いが出てると思います。こちらの方がですね、蛇腹状に綺麗に潰れてるんですが、こちらはちょっと強いので、曲げ変形が入ってきてますね。その後でこういうふうに。おそらくエネルギー吸収が、まあ、こちらの方が前半部分で大きいと。まあ、ただですね、その後、この部品に、が支えた後ですね、リア側での、反力自体はそんな変わらないんですけども、最初の、まあ、ピークが大きいんですね、荷重が。スチールだから、まあ、全体の重量が重いということがありますし、最初に、断面力が大きくなっています。で、まあ、こんな感じで、違いが出てくるということです。少し変形モードに違いがあるのがわかると思います。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。